Ubuntu s t スタジオは Ubuntu から派生した Linux Distribution である。マルチメディア編集環境に特化しているオリジナルバージョンは Ubuntu 7.04をベースにして2007年5月10日にリリースされた。以前のデスクトップ環境は GNOME であったが派生モッドの環境が変更されたことによりザフスを標準として採用しているコンテンツクリエイター向けに マルチメディア関連の機能が大幅に強化されている。したがって、伝統的にはソフトウェア開発機、サーバ構築に用いられてきたユニックス系オペレーティングシステムとしては極めて特殊な位置づけとなっている。戦術の通り、Ubuntu Studio はマルチメディア編集に特化しており、そのためのソフトウェアを多数、標準でインストールする。また、実行遅延を低減する設定が行われており、 それらソフトウェアが即時処理を行うことを可能としている。派生元の Ubuntu とは割り込み発生回数を毎秒1000回に増やしたろう。レテンシーカーネルを採用することにより、音声再生の遅延を低減している点で大きく異なっている。テーマについては独自のアートワークに基づき、青と黒で構成されたものを用いている。Ubuntu に直接の支援を受けているプロジェクトであり、 マルチメディア編集環境に関するフィードバックを行うことで貢献している。Ubuntu とは標準でインストールされるパッケージの種類やシステム設定が多少異なるのみでベースシステムは同じである。Ubuntu Studio は ISO イメージファイルの形で提供されている。使用者はまずダウンロードしたこのファイルからブーっと可能なディスクを作成し、そのディスクからコンピュータを起動して、 インストール作業に入る。インストール作業は画面に表示されたメッセージに従ってキーボードで操作を行うことで進行する。Ubuntu Studio の ISO イメージファイルのサイズは 1GB 以上であり、標準的な CD-ROM の記憶容量を超えている。そのため、ブート可能なディスクは DVD、もしくは USB やネットワークで起動するディスクに作成する必要がある。 すでに Ubuntu をインストールしてあれば、インターネット経由でパッケージ、バーントストディオデスクトップといったパッケージを導入することでもインストールできる。実行遅延とは、デバイスからの入力信号をコンピュータが処理し、その処理結果を返すまでの遅延時間のことである。コンピュータのハードウェアとしての制約が、その原因であり、どれほど高性能なコンピュータだろうが、どのようなデバイスを用いた操作だろうが、 大なりこなり、霊天使は発生する。制作環境においては、例えば、ミディキーボードを押して発信した信号が音声として出力されるまでの遅延時間や、ペンタブレットによる入力が画面に描画されるまでの遅延時間がこれに該当する。実行遅延の代償は制作者のパフォーマンスに直接影響するため、可能な限り短いのが望ましい。サウンド処理に限定すると、 実行遅延の短縮は、Windows では、アシオドライバ Max では、Core ディオドライバーなどで実現している。では、Linux の場合はというと、カーネルがドライバを含む構造となっているため、カーネル周りを調整することで対策している。具体的には以下である。これらの設定はオーディオに限らず、システム全体に影響するため、多様な制作目的に合致したシステムを構築することが可能である。 リアルタイムカーネルとは通常の Linux カーネルに Config リエンプと RT パッチを適用してリアルタイムオペレーティングシステムとしての性能を発揮させたものである入力信号を素早く処理することが可能となっているそこに着目した Ubuntu Studio Project チームはリアルタイムカーネルのパッケージを Ubuntu リポジトリに提供してきたリアルタイムカーネルの提供は ウブンツスタジオの最初のリリースである7.04ではなくバージョン8.04から始まり続く8.10ではパッチのバグなどの事情により提供が見送られたものの9.04と9.10にて再び提供が開始されたしかしメンテナンスの負担などの事情により10.04以降から再び提供が中断しているこの間コンフィグプリエンプと。 RT パッチの成果の多くが Linux カーネルのメインラインにマージされつつあり、リアルタイムパッチを適用しなくても十分なパフォーマンスを得られるようになってきている。これを受けて Ubuntu Studio ュニティでは Ubuntu の標準カーネルの設定を変更しただけの l o w イ a t e シ n c カーネルの提供を計画している。すでに11.04向け l o w r a t e n c カーネルのパッケージが開発者のパから提供され、 テストが重ねられている。ベースシステムは Ubuntu と同じもののため Ubuntu で構築できる。日本語環境は Ubuntu Studio でも利用できる。Ubuntu Studio はオープンソースコミュニティに基づいているためデバイスドライバーも有志によって作成される。そのため発売されたばかりのデバイスは使えない場合が多い。また、それとは別にメーカーが独自に Linux 用のドライバーを 提供しているデバイスもある。ハードウェアは特に音楽編集において使用頻度が高い。Ubuntu Studio では、MIDI インターフェースや MIDI コントローラ、オーディオインターフェースを含め、様々なサウンドデバイスを使うことができる。これらサウンドデバイスのうち、PCI バス接続や PCI Express バス接続のサウンドカード、マザーボード付属のサウンドデバイス、USB 接続のオーディオインターフェースは、 アルザがドライバとなり IEE1394 接続のオーディオインターフェースはエフェフドがドライバとなる。アルザやエフェフドのウェブサイトにおいて対応しているサウンドデバイスの一覧を公開している。すべての MIDI を扱うソフトウェア、ハードウェアはアルザシー C ンサ機能あるいはジャックシー C ンサ機能に MIDI ポートを開くように設定されるポート間を接続。 切断するユーティリティも標準でインストールされている。映像編集ではデジタルビデオカメラを IEE-1394 や USB で接続しソフトウェア経由でデータを保存する USB で接続したウェブカメラからの映像をソフトウェアを使って撮影するといった使い方も可能である。ペンタブレットに関してはザリナックスウォーケムプロジェクトが株式会社ワコム社の デバイスに対する Linux ドライバを開発しているため、ほぼ、バンブー、イントゥースシリーズの多くを利用することができる。また、ウォルトップ社のチップを含む製品は、ウォルトップ社が Linux 用ドライバを提供しているほか、有志によるドライバでも動作可能である。日本では流通していないが、ACE カナダドル社やエイテック社、ジーニアス、カイシステムズ社のペンタブレット用のドライバも提供されている。 ウブンツスタジオはマルチメディア編集を目的としたソフトウェアを多数標準でインストールする11.04により標準でインストールされるソフトウェアの選別にユーザーの声を反映する取り組みが開始されたその結果報告されなかったフォント編集や DTP 関連を中心にいくつかのソフトウェアが標準構成から外されることとなったこの取り組みは 今後も続けられる方針であり、ユーザーからの活発な報告を期待されている。以下に、Ubuntu Studio 11.04に標準でインストールされるマルチメディア編集目的のソフトウェアを列挙する。これら以外にも Ubuntu において標準でインストールされるソフトウェアをインストールすることが可能である。ソフトウェアの性質上、標準パッケージもバグを含んでいる可能性がある。 そのようなパッケージも、有志がローンチョッパドのパで、更新版を配布している場合は、そちらを利用することができる。音楽編集ソフトウェアは、ジャックサウンドサーバによりその大部分が実装されている。また、標準で、各種ラザパプラグインやダシープラグイン、l v にプラグインを利用することができる。VST やベスティといった Windows 向けのプラグインに、関しては、Wine と f ェリ r y を併用することで、 利用可能な場合がある。利用者は、ジャックコントロールで、ジャックサウンドサーバーをスタートした後、アーダーといった、ジャック対応ソフトウェアを起動、パッチ時などの接続ユーティリティを利用して、ハードウェア、ソフトウェア間を適切に接続することで、音楽処理環境を構築する。動画編集ソフトウェアは、動画関連技術に関して、権利関係が完全にフリーなソフトウェアを、 開発するのが難しいこと、映像と音声を扱うためパッケージサイズが巨大になる傾向にあることなどが影響し、標準でインストールされるパッケージは少ない。しかし手動でインストールすることで、多種多様なソフトウェアを利用することができる。オーブンを中心に、権利関係がフリーなフォントを多数追加している。GIMP に対しては、ブラシやパレット、グラデーションテンプレート、 RAW 画像現像などの拡張機能が標準でインストールされる。ありがとうございます。